富田はラーメンの作り方を弟子たちに一切教えない。今日一日だけの味を盗めばいい、そう思っている。茹で上げのタイミングは5秒ということはラーメンの職人なら常識だった。もう記憶から消えちゃうような、そのくらいのラーメンっていうのかな。愚道者よろしく、ただひたすらに丼と対峙していた。なんかその富田食べるために一日を使ってもいいぐらいかなって。なぜか黙々とラーメンをすするのは日本人なら誰もが知るマナーだ。やっぱり日々勉強してるんで、やっぱりその都度やっぱり味もどん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 進歩していかないと意味ないですから。アーティストみたいな気持ちでやってるんですけど、だからあんまりその飲食店っていう感じじゃないですよね。バカじゃないと、バカを魅了できないと思ってます。はい、お待たせしました。